思ってんのか。気に入ようだ。おらおら試させてもらいますわ。Hey!
け。さすが兄弟や、部下にええ教育しとるみたいやな。まだや、まだ俺は終わってへんで。お親父。待たせたな、兄弟。真島、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。警察も近寄れんやろ。さ、行こうか。どこに行く気ない。俺とお前の遊び場や。あそこは
行くで。俺らの思い出の場所にな。久しぶりに歌えへんか。真島。俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。笹井のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったらなんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らぬ。それをもし裏切ることがあったら、そん時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。笹井の親父を助け出せんか。マジム、脱げや兄弟。昔みたいに殴り合って決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうで。望むところへ行くで。じゃあなー。